ダンベスト、そしてスタートは57番パイロットマルチ岡野博がスタートをしてきました。ランキング7番手メガメンからのエントリー、アドバンテジットダブル RXSTI がスタートをしてきました。去年のこのクラスのチャンピオン岡野博、そして戻ってくるのは10番ベスト56番と角岡隆、さあクラッチを蹴ってここを合わせてくる。そして岡野はパイロット近いところで、さあ8の字綺麗に回してきました。さあまずは戻ってくる56番の中間ベスト門岡隆が今ゴールチェッカー、タイムが1分25秒0512番手、1分25秒0512は後半わずかに届かずの現在2番手タイムとなります。さあそしてテクニカルガチッと決めた岡野が大外から中間ポイント、さあ中間は45秒09、中間ベスト中間は45秒09と高橋選手からのコンパーでありますし、さあ岡野博が中間ベスト、そしてスタートは58番モルコロストから伸ばしている群馬の西原正樹選手がスタート、モルコロストアクアブリヂストンダブルアレックスがスタートをしていきました。さあそして戻ってくるのは57岡野博が戻ってくる、ここまでの中間ベスト、さあ得意のターンセクション270の一発目しっかりと回して折り返しどうだ、手前から合わせて振って入ってきた。さあその岡野博今ゴールチェッカーになりました。タイムでは1分23秒712でタイム更新。